皆さんこんにちは、レイナです。今日はサイゼリアを食べたいと思います。このサイゼリアはなんと外国人から見るとファミレスランキングで1位を連発するレストランです。そうだよ、知らなかったけど。私もなんかニュースで見たらびっくりした。今超人気らしいよ。イタリアン料理だよね、一応。そう、イタリアン、イタリア人も認めるイタリアンらしいよ。そうなんだ。だから期待大だね。OK、じゃあ今日は本当にめちゃめちゃ楽しみにしてたからサイゼリアいろいろ食べたいと思います。行きましょう。席に着きました。あのすごい広々した感じで、壁にイタリアンアートとかがついてて、本当だ、イタリアンレストランって感じはします。もちろんあのファミレス系の雰囲気はあるんだけど。早速メニュー見てみる。はい、 OK。 あ、サラダも食べたいね。食べたい。サラダ食べたい。やば、安すぎない？これぐらいのサラダなのかな。分かんない、頼んでみないと分かんない。319円、安すぎない？スープとかアヒージョ的な。あ、これもまた安い。何このレストラン。200、300円するよ、税込みで。どういうこと。大丈夫これ。大丈夫じゃないでしょ。赤字じゃない。赤字。パンが美味しそう。 こういうなんかパンが注文したいな。本当だ、パン美味しそう。おお、シナモンシュガーなんか美味しそう。え、それも値段は200円。すごいね。これなんかコンビニで買うパンのと同じ値段だよ。ついこれがレストランだよ。下手した。そう。あ、ワイン。あ、まあね、イタリアンレストランだったらワイン。あ、ワインだね。あ、そういえば100円だよ。え、本当だ。100円。大丈夫このレストラン。100円でワイン飲めるんだ。見て、こういうボトルワインもある。まあそれも全部安いんだけど。すごくない？ 1000 円でボトルワイン、レストランで。いいこと思えてた。俺らさ、1万円はしご酒企画やってるじゃん。はい、1軒目ここ来ればペロペロになれるよ。だって10杯飲んでも1000円だよ。恐るべし、サイゼリア。やばいよ。あ、次はスターター。何が美味しそう。タカが好きでしょ。あ、人参のマリネ。人参のマリネとか。レナも大好きなやつや。これね、一押しだって友達が言ってた。エスカルゴ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 。イタリアンじゃないよ、フレンチだよ。フレンチだね。でもね、超美味しいんだって。私エスカルゴ食べたことない。タカは食べたことある？ない。じゃあ知ってるエスカルゴ。イエス。カタツムリ。カタツムリは食べたいの。あ、でも美味しいから食べよう。美味しいらしいよ。ちょっとチャレンジしてみる。しかも値段もいくら。400円です。安定の安さ。よくわかんない、このメニュー。よくわかんない。ああ、イタリアといえば出たピッツァ。でもこのピザ屋、安すぎるよ。400円のピザ。なんかさ、日本インフレしてるって言うじゃん。このお店だけデフレになってんじゃない。これはドリアだね。ドリアはちなみに私は知らなかったよ、日本に来る前に。ちなみに俺サイゼリアで唯一知ってるのがミラノ風ドリア。ミラノ風。ある。あ、これこれ。 あった。でもだったらこれだよ、半熟卵が欲しい。ミラノ風ドリア。安すぎ。意味が分かりませんよ、サイゼリアさん。美味しそう。このパスタやばくない？500円だよ。ボンゴレ？あのイタリアンレストランに行ったら1500円とかする。するね。あとは家で作っても500円で作れないんじゃない？作れないと思います。どうやってやってんだろうね、サイゼリア。ドイツでこの量のアサリがついてる、パスタを食べようとしたら2000円以上。2500円とかそうだね。超える。ねえ、うん、何これ。何これ。企業努力がすごいんだね。いや、よくわかんない、本当に。味がさ、やばいかもよ。まだ食べてないけど。それが今からチェックすべきことだね。次のページはハンバーグで、ハンバーグも信じられない400円の価格だよ。ハンバーグだよ、これ肉じゃないかもしれないよ。すごいね。あ、いいの見つけた。高いの見つけた。870円。高いの870円見つけた。多分このメニューで一番高いものかもしれない。1000円超えてないよ。日本がすごすぎるよ、安すぎるよ。だからサイゼリアは学生人気なんだ。あ、ポケットマネーで食べに行こうみたいな。やっと理由が分かったわ、うん。最後は私の一番好きなページ、デザートで、この値段だったら一回全部注文してもいいよね。いけるね。夢の全部注文できるね、この値段だったら。ちなみに 2点気づいたよ、メニューを見て、うん。
1点が英語が全部あるから、だから外国人に人気あるかもしれない。だから分かりやすい。でもう1点がちょっと他のファミレスと違うところが、この紙で注文する。だから別にその直接注文しなくてもいいし、喋んなくてもいいってことか。喋んなくてもいい。番号を書いてこれを渡すだけなので、外国人にとってはそれがめちゃめちゃ嬉しいし、あとはな、日本人の賢い良さが分かる。マーケティング上手だね。はい、来ました。ワインが来ました。じゃあ俺飲まない。じゃあ俺はビール。何両方飲むの。はい、来ました社長。めっちゃ酔っ払いそうに見える。白ワインと赤ワイン、あれ欲張りだから2つ飲んだ。俺ビール、これ1個ずつ飲むつもりで注文したよ。あ、俺と。あ、じゃあいいよ。じゃあアドレ2人で飲もうか。じゃあ白ワインで乾杯ですか。赤ワインと白ワインで100円だから、ね、乾杯したいよ。はい、乾杯。ビールじゃなくて、ビールはどこにでも飲めるよ。乾杯。あ、これ飲みやすい。くぅ、うん、まっ。当たり前か。あの、そうだよ。だからワインについて話してほしいな。そうやね。どうぞ、感想は。ワインすごい飲みやすい。私、あんまりワイン飲まないから、ワインについて何にも知らない。これがいいワインかどうかは分かんないけど、飲みやすい。飲みやすくて美味しい。乾杯しとこうか。はい、乾杯。おぉ、さっぱりしてる。めっちゃさらりとしてる。でも白の方が好き。取られた。赤も、うん、うん、白の方が好き。うわ、赤も全然渋みがない。これがレナは飲める理由が分かるわ。誰でも飲めるよ。美味しいわ。子供でも飲めるよ。16歳のドイツ人がマジ。確かにドイツは16歳からお酒飲みますからね。ワインが飲んでいいから。え、これ100円で作るっていう。ね、来ましたよ。あのタカさん、小エビのサラダ。でかすぎない？俺も思った。ちょっと値段の割にあのこれぐらいのサラダが来ると思ったら。俺もそれ想像しちゃったよ。なんかすごい。なんか注文しすぎた気がする。俺ら注文しすぎたね多分。最初の値段に騙されたね。Yes。 はい、じゃあサラダね。小エビがたくさんあって。これ野菜のクオリティ大事だよ。でももうシャキシャキしてるよ。まだ食べてないけど、うん、おいしい。このサラダ本当にパリパリシャキシャキだよ。非常にフレッシュなサラダを使ってて、でエビが大好き、まあ、エビは私は大好き、うんうん、普通にあの他のレストランでこれ出ても何も文句言わない。ドレッシングも美味しいし、エビたっぷりだし。来た、エスカルゴ来たよ。めちゃめちゃいい匂いするし、見て。あと作ったばかりでここに届くのが、ね、なんかいいレストランのこう評価されることでしょ。熱っ、熱っ。何を触るの。触ったら熱かった。当たり前か。食べてください。でも熱いでしょ。あとパンと一緒に食べたいでしょ。このね、フォカッチャも頼んだ。あったかい、ふわふわ、めっちゃいい。なんかフォカッチャを食べた。フォカチャばっか食べずに俺これエスカルゴをさあ、うまそう。うわ、出たディップ。おお、見て見て見て、美味しそう。やばいな。あっ、絶対うまいやつやん。食べれない。ボーノボーノ。だからエスカルゴも食べてみれば。カタツムリ。なんでもう一回言ったの。何、カタツムリ。なんで切りたくない、そんなこと。疑ってますね。美味しい、めちゃめちゃ。あの普通にムール貝とか、うん、なんかの貝柱とかの食感だよ。考えなければ美味しい。エスカルゴって知らなければ。うん、エスカルゴは何かわからなければ非常に美味しいです。先入観じゃん。美味しい、美味しい、美味しい、本当に美味しい。ちなみにね、旨辛チキン、旨辛チキンだったっけこれ、辛味チキンも来ました。めっちゃジューシーな、パリパリしてそんな感じじゃない、みたいな感じでしょ。俺はエスカルゴ食べます。はい、あれ、フォカッチャどこ行った。タカも人生初。うん、人生初。うん、うん、めっちゃうまいや、味。これもやばい、味付けやば。本当にこれあのちょっとだけあの辛くはない全然。でもジューシーで美味しい、味付けが美味しい。
手羽先みたいじゃない、名古屋で言うね。いやいや、これと一緒にビール、これと一緒にワインでしょ。もう一杯頼むのかも。綺麗に食べてますか、うんうん、非常に下手に食べてます。名古屋出身の人は手羽先の食べ方うまいはずだけど、うん、何山ちゃん風の食べ方をすればいいってこと。皆さん知ってますか、手羽先の食べ方、名古屋人流。お、うまい。これ一気に食べれるんだよね、その縦で食べると、うん、皆さんもぜひやってみてください、うん、もうミラノ風ドリアが来たんだけど、もう待てられなくて、もう取っちゃったよ。ミラノ風ドリア温泉卵乗っけたね、うん、私温泉卵オプションがあると注文する。それも日本の大好きなところです。違う国に温泉卵がないから。あ、そうなの。そうだよ、もうパスタの温泉卵オプションとか、こういったドリアとか何でも温泉卵オプションサラダとかもいつもつけます。はい、じゃあいただきます。はい、ありがとうございます。ラザニアを食べてるみたいな感じで、あのパスタじゃなくてお米でできてるラザニア、めっちゃ美味しいよ。ちなみにこれいくらだったっけ。400円とか。いや、300ちょっとじゃない。普通のミラノ風ドリアは300円で、温泉卵が乗ってるから350円。これよ、350円。これ350円だよ。てかさ、350円のお腹いっぱいになるよね、普通に考えたら。これあの倍ぐらいしてもいいって言っても700円でも安すぎるよ。それでも安い。1000円してもいいよ。払うよね。払うよ、普通に払うよね。やば。あ、マジでクリーミー、マジで卵が、マジで全部、もう信じられないよ。サイゼリアのコスパ良さすぎるよ。ドイツとかヨーロッパとかイタリアとか、うん、アメリカとかどこでもこの価格帯でこういうものを出すのはありえない。絶対できないだろうね。絶対にないよ。だから日本の中でもさ、この価格帯で出せる会社ないよ。なんでできるか分かんない、うん、パスタも来ましたよ。これちなみにボンゴレ、アサリとオイル系パスタ。ドイツだとスプーンとフォークで食べる。めちゃめちゃアサリついてるよ。え、これいくらだっけ。500円してた気がする。うまそう、超うまそうだ、うん、おいしい。この料理にこれが抜群に。もう白ワイン残ってないよ、ほとんど。いや、うん、このパスタも500円でなんかありえない。確かにね、これがさ500円でこのアサリの量やばいよね。ドイツでもさ、ボンゴレあるよね、うん、多分パスタとかね、うん、こんだけさ、シーフードいっぱい入ってたらさ、どれぐらいするかわかんないけど2000円。少なくとも2000円とかだよね。はい、これも来ました。ハムとモッツァレラ、なんかスターターだけど、こう最後に食べるのがなんかすっきりすると思うよ。生ハムをモッツァレラに巻いて食べるって感じだね。イタリアとかドイツとかヨーロッパにはあるんだね、多分。あるある。めちゃめちゃ本格的なセラノハム、生ハムとモッツァレラの味がする。ちなみにこれでね、500円。ありえないよ、こんなでしょうね。ドイツでもあるじゃん、でもこういうさ、モッツァレラと生ハムのスターターみたいなやつ。でも1000円以上するんじゃない。多分するね。7ユーロとか。7ユーロだったら1200円、300円するね。イエス、500円です。あれ、あ、お酒お、グビッといきましたね、白ワイン。あれどうしたんですか、社長。赤ワインもグビッといっちゃいましたよ。おいしかったね。一人で全部飲み込めしましたね。デザートで
欲張りました。めっちゃ欲張りやん。ティラミスとプリン、あの選べなくてこれがセットになってるやつ。ちなみにプリンだけとかティラミスだけとかもあったよ。あった。これいくらでした？知らない、500円以下だった。いくらだろうね。500円。500円、はい、税込み500円。でも美味しそうだよ。めちゃめちゃプリンと一緒に食べるのかな。いや違うよ、ちょっとお酒が入ってるような味がする。めっちゃ食うやん。ちなみに2人の量って知ってる？あ、これ1人で食べようとしてる。タカは何が欲しいって聞いたら言われてないから、これが私のものだと思っててその前提で食べてるよ。プリンはあんまり失敗することはないけど、このプリン本当に美味しいよ。このキャラメルソースがちゃんとめっちゃついてて、キャラメルプリンね。スプーン止まらんやん。なんか本場のさティラミスと比べてなんか違うところとかあんの？なんか日本っぽいところとか。普通にイタリアで出たらこれイタリアのティラミスだなって納得するよ。あ、じゃあもう相当レベル高いね、うん、プリンはそうじゃないかもしれないけど、まあ、ティラミスは非常に美味しいよ、ね、プリンはね、うん、ごちそうさまでした。ちなみにレナが一人で食べきりました。違います、裏技でタカが半分あげましたよ。優しいから。信じるかどうかはあなた次第です。そうです。ちなみにこれいっぱい食べて本当に今日めっちゃ食べたよ。注文していくらだと思う？5,000〜6,000円。いつもの感覚だともう1万円とかいくよね。こんだけお腹いっぱいで4450円でした。すごくない？このコスパの良さが他にはない。絶対に他のレストランで1万円以上したこの量で、ワインと赤と白飲んでビールも2杯飲んでるからね。ドリンクバーも2個つけて飲んで食って。サイゼリアはなんでそんなに人気ランキングでナンバーワンになってるかは納得しました。また来よう。そうで、これをドイツで食べたらいくらすんのよって感じだよね。2万円だからね。そう、1万5000円から2万円ぐらいすると思うよ。だからドイツで誰も外食しないよ。そう、皆さんはちなみにサイゼリアはよく行きますか？よく行く方は一番好きなメニューをコメントで教えてください。私たちはこれからもう絶対来るよ。サイゼリアによく来ると思いますので、まあ、一通り全部のメニュー一回食べてみたいなとは思いますけど、あのどこからスタートすればいいか皆さん教えてください。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょう。バイバーイ。